わがまま東京というセレクトショップを経営している中村祐樹と申します。他のお店を独立される方も同じかもしれないですけど、まあ、自分が買い物したいお店ないなっていう、というかまあ欲しいものがないなっていうふうに思ってて、自分で欲しいものを作ったり選んだりするセレクトショップをやろうっていうのが、まあ、お店を一番やろうと思ったきっかけですかね。本来のセレクトショップっていうのは展示会に行ってデザイナーさんが半年間かけて、まあ、半年以上かける方もいらっしゃると思うんですけど、作った商品を並べて、でそこからバイヤーがピックをしてお店の商品を選ぶと思うんですけど、僕は基本的には、まあ、いわゆる専門用語というかアパレル用語でいうインラインは一切やらずに、その別注だけをやるので、めちゃくちゃ迷惑なことしてるなっていう自覚があって、まあ、じゃあその迷惑なことっていうのを言い換えると、まあ、すごい自分のわがままだなっていうので、じゃあわがまま東京っていうお店にしようっていう感じです。他のお店っていうのは顧客様のイメージができているから、じゃあその顧客様が好きそうなものを作ったりとか、じゃあまあ例えば大手の別注とかだったら、売れそうなもの、例えばじゃあインラインで赤青、緑しかないアイテムがあってだけど、じゃあ黒にしたらシンプルだし、マス層に受けるんじゃないかっていう別注の仕方が多分ほとんどだと思うんですけど、もう僕はそういうの全く無視、もう僕が欲しいか欲しくないかなので、そこに対してそういうものづくりをするんで、他じゃないんですよね。結局トレンドも意識してないし、お客様にも媚びたものづくりをしてないんで、そこをやっぱりおもろいって思ってくれる方はすごく多いですね。だからその今回の AW のアンリアレイジのテーマが、まあ、天変地異というか、デジタルとリアルがごちゃ混ぜになっちゃってるっていうようなテーマなんですけど、要は iPad とかに多分コレクション画像があって、でもくるって逆にしたら画像もぐるってなるじゃないですか。要は簡単に逆転するからっていうところから、まあ、来てるんですけど、じゃあダウンが仮に逆さまだったらどうなるかっていうので、パーツが全部寄ってるんですよね。本来ここら辺にあるパーツがこっちに寄ってたりとか、あとシームもちょっと上に寄ってたりするんですけど、すごい素敵なアイデアなっていうふうに思ったんですけど、だったらジップを締める所作ってここで噛み合わせてこう上げるじゃないですか。でその所作をもう天変地異させたいなと思ったんですね。だからジップ逆についてるんですよっていうのを、まあデザイナーさんにお話ししていいねっていうふうになってやるみたいな、まあ一つの一例はそんな感じですね。もともと1年間ぐらい通常営業、確かもうあんまり覚えてないんですけど、2時から8時までっていう営業スタイルだったんですけど、ずっといなくちゃいけないじゃないですか。まあ当たり前かもしれないんですけど、でもなんか僕は結構その当たり前のことに疑問持つのってすごい大事で、本当に通常営業でじゃあ6時間待ち続けることって正しいことなのかなって思って、僕にとっての最善の方法ってなんだろうって考えた時に、まあ、予約制にしてそのお客様がいらっしゃる時だけ店舗に来れば、その他の時間ってすごいフリーじゃないですか。別に動画撮影してもいいし、まあプライベート使ってもいいし、まあ休んでもいいしっていうような風に思ってたので、いやもう一個、まあ、これちょっといつになるかまだ全然何も決まってないんですけども、最終的に、自分の家でお店をやりたいんですよね。でそれもなんでかっていうと、まあ、究極に楽をしたいんですね。僕人があまり好きじゃないんで、まあ、特に人混みとかも好きじゃないので、まあ、今こうコロナ禍ですけど電車とかに乗りたくないんですよ。で街もできれば歩きたくないので、ってことは出勤したくないってことなんですね。でじゃあ出勤しないでお店を経営するためにどうすればいいかって考えた時に、まあ、ドアトゥードアで0秒って考えるのは、まあ、家だなっていう風になって、あじゃあ家でいつかやりたいっていう風に思っていて、じゃあ家でやるんだったら通常営業無理じゃないですか。ってなった時に予約制だよなって思ってたら、その時に、まあ、ちょうどこうコロナ禍がバーって始まって、じゃあなんかコロナの環境下でコロナのせいで損するのって嫌じゃないですか、まあ、基本的に皆さん損してると思うんですけど、まあじゃあ一つでもいいから、まあ、コロナ禍を利用したい何かやりたいなって思って予約制にそのタイミングで切り替えた。すごくやりやすいですね。でお客様も最初その予約制に切り替えて、まあ、うまくいくかなって正直すごい不安だったんですけど、まあでも蓋を開いてみると結局やっぱ来てくださるお客様は、そのうちの商品安いものはあまりないんで皆さん悩みたいですし、まあ多分他のセレクトショップ行ってもそうだと思うんですけど、他に何人もお客様が滞在してるとなんか集中できない気持ち分かりますかね。例えばじゃあ鏡が1個しかないのに知らないお客様と一緒になんかこう譲り合うのってちょっと嫌だなって僕は思うし、あとは時間が結局通常営業の時って2時8時だったんですけど、今予約をして来店可能な時間が朝9時から夜の12時
までですごく広くしたんですね。でその代わり予約ない時は僕はお店にいないんで、お店もシャッター閉まって開いてないんで、まあ、基本的に家で休んでるんですけど、ってなった時に例えばお客様の中でどうしても今日行きたいってなった時に、仕事終わりがじゃあ8時でってなったら普通のセレクトショップ大体行けないじゃないですか。でもここだったら来れるし、ご家庭ご家族があって、じゃあお子さん寝かせた後、奥さんも寝かせた後にゆっくり行きたいみたいな人もいるんですよ。でそういう人例えば11時とかにいらっしゃること多いんですけど、そういう方も多分今までだったら対応できてなかったのが今対応できるんで、だから結果的に僕も楽だし、お客様も有意義に買い物できてることを予約制で提供できたかなっていうふうには思いますね。僕は、なんか冷たい感じが好きなんですよね。例えばこれ悪く言うつもりじゃないんですけど、古着屋さんとかって温かみが感じる内装、まあ、暖色系の、ね、照明だったりウッド調の、まあ、重機だったりっていうのが多いと思うんですけど、僕あんまりそれが好きじゃなくて、だからこう、まあ、見てわかるんですけどステンレス系の内装重機で統一してますね。重機は、まあ、一番最初に買ったやつですけど、後ろにあるやつとかもそうなんですけど、医療用のもともと使われてた重機を買ったんですけど、まあ、これとかはかなり気に入ってますね。珍しいですし、ステンレスってあの基本的に腐らない、腐食しないので、なんかそのマインド的なとこも含めて、まあ、僕自身が気持ちがこう変わりたくないなっていうのがあるんで、もうそこも相まってこういう重機はすごい好きですね。机はアンティークとかかなり昔のやつなんですけど、カスタムして上にステンレス貼ってあるの分かると思うんですけど、今日は特注でステンレスをこの机の大きさに切ってもらって、それを貼ってもらったっていう、だからちょっとまあ自分で改造して作った机ですね。これも気に入ってますね。これはあの全然アンティークでもないし、いろいろな重機でもないですけど、なんかオープンした時にあのお花いただくじゃないですか、いろんなおめでとうっていう。でそれで普通大体こうね、植木鉢みたいなの入ってると思うんですけど、なんかすごい一個おしゃれな花、送りの花があって、この中になんかワイヤーでドライフラワーが飾られてたんですけど、でそれでこのホールかっこいいじゃないですか。だからそのお花屋さんに、まあ、回収しに来た時に無理言ってこれ買わせてくださいって言って買わせてもらったフレームですね。基本的に僕はあの掃除あんまりしたくないんで、床に何か置くこと嫌いなんですよ。だから基本的に全部吊り重機、トルソーもまあ宙にぶら下げれば、まあ、わざわざねそこをホコリとかを掃除する必要もないんで、楽するために、でもかっこよくするためにはどうすればいいかなっていう感じで考えてます。まあ、これをね動画で言うとすごく打算的に思われるかもしれないですけど、なんかよく生やしたくて生やしてると思われがちだと思うんですけど、僕全然生やしたくなくて、なんでじゃあ生やしてるかっていうと、なんかアイコニックな存在になりたいんですよね。この人といえばこれっていうのはこう思いつくのはすごい僕は大事なことだと思っていて、だから僕はそのアパレル界において基本的に坊主なんですよ。僕坊主でヒゲめっちゃ生えてるっていう、あのまあいっぱいいるかもしれないですけど、アイコンになれたらいいなと思ってヒゲを基本的に生やしてます。自分で言うんですけど、僕何者でもない存在だと思ってて、まあ、ただの服好きの31歳のおじさんよりの人間だと思ってるんですけど、そんな僕がただ欲しいからって言った服を買ってくれる人がいるって、僕すごい嬉しいなっていうふうにはやっぱり思いますね。現状はもう何も変わらずこのまま行こうかなっていう、人も増やさないですし、店舗も増やすつもりは全くないですね。まあ、唯一変わることがあるとすれば、さっきちょっとお話した、まあ、家でできるようになったら、まあ、ここはもう立ち退いてその家でやりたいなっていうのは、まあ、何年後か分かんないですけどっていうのは考えてます。よくご相談いただいたりすることあって、その方にも伝えているのが、さっきも言ったように僕何者でもないんですよ。同じこと繰り返して申し訳ないんですけど、まあ、芸能人でもないしインフルエンサーでもないし、別にめっちゃイケメンでめっちゃスタイルがいいとかでもないし、親がお金持ちとかでも何でもない、ただ服好きだけなんですね。でもそんな僕ができたんで多分誰でもできるんですよ。っていうことは僕は一番伝えたいなって思ってます。
ですね、まあ、それは可能性の話なんで、じゃあ 100% 成功するかとか、まあ、僕はね今成功してるかどうかまだ3年なんで成功してるとも言い切れないですけど、でもやることだったら絶対誰でもできるんで、なんかどんどんやってほしいなと思ってますね。で、 できれば生意気なこと言うと、僕に憧れてお店を出すのではなくて、僕に対して中村がやってるわがまま東京ってセレクトショップなんてもう超しょうもないから、俺がもっといい店作ってやるよっていう人にいっぱい現れてほしいな。そっちの方がやっぱおもろいんで、やってて、まあ、予約制でやってるので、まあ、もしご来店希望の方はインスタグラムの DM からご来店予約入れていただければっていうのと、 YouTube もお店のチャンネル商品とか紹介してるんで、まあ、もし気が向いたら見ていただけたらいいなと思ってます。